皆さん、2019年、明けまして、明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。よいしょ。下半身に比べて上半身が貧弱じゃないか違う、上半身に比べて下半身が貧弱じゃないか。ここがね、ここの曲線がちょっとこだわりたいポイント。これが邪魔だな、巣が邪魔だな。よし、いいでしょう。何がいいのか分からない。どうも、明けましておめでとうございます。アザラシでございます。どうも、いやいや、2019年、ね、なりましたね。うん。こういう動画って、元旦とかにね、1月1日にベシッとこう上げるとね、いいんでしょうけどね。バキッとこう遅刻して、今日は1月5日でございますね。言いたくない。だって、こうやって上がった動画って1ヶ月後とか2ヶ月とか、もしかしたら2年とか3年経ってから見たときに、たった5日のズレなんて、たった5日の遅刻なんて別に大したことない。がしかし上がる動画としては5日遅れっていう、これが上がった瞬間に見た人、まあいいや、そんなことでもいい、まあいいや、そういうことです。まあとにかく明けましておめでとうございます動画です。どうも、いやね、2019年になってしまいましたね。入りからしてこのグダグダっぷりと、そしてまあ差し抜いことは気づいていただけると思うんですけども、この声ですね声が出てない。普段から別に大してこう評価するべき声でもないけど、いや声が出てない、全然声が出ない。そうです、年末年始からなんか喉の調子が良くなくてですね、多分これおそらくリビングに持ち出したいろりの灰とかが吸い込んじゃって、ね、10月30日ぐらいからね、リビングにいろりを持ってきて、こういう感じのいろりなんですけどね、こういう感じのいろりをですね、こういう感じのいろりをですね、こういういろりなんですよ、こういうね、こういういろり、こうちょっとここが歪んだ、こういう感じの、ここにこうなんかこうここにこう火を起こしてたな、ここにこう夜間とか置いたりしながらそうするようなね、まあリビングに置く用のいろりみたいなのが家にありまして、これをこうもう正月気分でね、去年のもう12月31日ぐらいからリビングに持ち出しては、ここで火を起こしてね、一人楽しんでたりしたわけですわ。それが良くなった。なんかやたらとここから出るススとか灰とかを吸い込んじゃって、そのせいでかなんか知らんけど喉がガラガラになって、しかもその後にこうリビングにこう座って、石磨きとかね、こうドリルを使ってウィーンっていうやつでこう石をこう穴を開けるっていう作業をしながら、勾玉作りをするのが、こう勾玉作りたいなって、勾玉作ってる、その削れたドリルで削れた、ドリルで削れた石の噴煙を喉に吸い込んだのが影響したのか何なのかしないけど、とにかく喉がこうやられてしまいまして、年末からこの年始にかけてこう全くこう声らしい声が出ないし、今もこれ多少良くなった上での喋りなんですけども、10分ぐらいしたらね、もうゴーゴーとか咳出しちゃう、そういう風な喋ってたら声がもう咳込んでしまうという、そういう状況の中で、水がうまい動画をやっております。どうも、いや2019年明けましたって言っても、これかわいいな、こいつかわいくない、まあいいや、ね、動画をね上げていこうかなと思うんですけどね、さあ一発目2019年何を上げていこうかって考えた時にね、お絵描き動画を上げていこうかなとね、これもうちょっとでかい状態でこう書いてたらよかったな、これもね、でかい状態で書いてたらよかったな、いただきます、ベストウィッチャン。まあ年賀状をね、まあ普段書かないんですけども、年賀状をせめてイラストで表現書くのをやろうかなと思って、で下書きはもう済ませたんですわ、下書きはあった、これが下書きとしてあったんですわ。そしてこれに、まあ満件にね紹介したい、出したかったから、満件の方に出したかったからトーン貼ったやつはあったのね、1月1日の状態で、これを色付けてやしをや
声が出てない、声が出てない、ちょっと喋ると一気に声がこう出なくなるんじゃ、出なくなるんじゃ。水飲みます、うん、ということでね、サークル用に、サークル用にね出そうと思ってたのはね、このスクリーントーンを貼った状態みたいな感じの処理を施したやつがあって、まあ、これスクリーントーン貼る実況も出さなくちゃいけないなと思ってるんですけど、まあ、出せてね。でこっちの動画で今撮ってるのは色を最初これに彩色したやつを、彩色風景声が出てない、彩色風景動画をね上げていこうかなと。ちょっと声音が大きいよ。彩色風景動画を上げていこうかなと思って、彩色風景動画を取り出したんだけど、いやー喋ってたらねやっぱ喉がどんどん かすれていって、そしてゴホゴホ咳き込むんでね、もうここまで用意しました、ここまで用意しました、ここまで用意したんで、あとはもうこれを仕上げるという、仕上げの動画と、2019年と2018年の、2018年の総括と、2019年のね、展望みたいなのを語りながら、それを一発目のね、アナリティクスじゃないけど、新しいアナリティクスもね、やってないですけど、最近はね、まあ、そう2019年の一発目のね、始まりの動画にふさわしいんじゃないかなということで、始まり動画やっていこうと思います。どうも、どうもどうもどうも。一発目から、このなんかこう、よくわからない感じからスタートさせていただきます。まあよくわからなさが、よくわからなさが持ち味なんでね、そんなものを持ち味にしてどうする、いや気にしてはいけない、持ち味ってのはね、持ち味だから。皆さん餅食べました？餅、うちはね、まあ餅は食うんですけどもね、作るまではいかなかったことでしょうね、つくまではいかなかったんですけども、いろりでね、餅焼いたりして食ってましたわ。それもまた良くなかったのかな。正月の間に確実に太ったな。もういらん、いらんところで食うとる。食う必要がないのに食うとるからな。いろりの、いろりの上で焼いて食ってるやつは、これは何なんだって。朝ごはんじゃないし、夕ごはんでもないし、何なんだここで焼きながら食ってるやつは。その、プラスやん。カロリー的にプラスやんっていうのをこう楽しみながらやっちゃってるから、そういう、イカとか餅とか焼いては食ってましたね。激しく後悔している。今はただ激しく後悔している。正月が、まあもう今日もうほぼ正月を開けてるよね。開けたらね、ダイエットに励みたいと思います。食った分は痩せる。ね。まあ、食えば、痩せれば食えるわけだから。食うことにこだわりすぎだろ。飲もうかな。いや自分のまあ塗りですわな、こっからはね、塗りですけども、あんまりこっからはもうそこに特にできることもないような気もするけどな。こっちこっちでいいな今日は。光は上から来るけど、下からの照り返しという、光からの下からの返しという感じにしたいとすれば、ちょっと違うなイメージだな。これかな。違うな。普通にこうするか。ここのラインを、このラインを髪の上に乗っけて、顔自体は影が入るぐらいにしといて、ここが黒か、ここが白になって、まあこれでいこうか。でいきます。さてと、悪くねえな。スクリーンとスクリーン加算、まあ普通はソフトレイかオーバーレイ。オーバーレイかな、やっぱりね。いや、オーバーレイしたらもう変わんねえな。焼き込み。邪悪だな。オーバーレイ。とりあえずオーバーレイ。とりあえずオーバーレイ。
あんま変わってないような気がするな。変わってっか？あ、変わってっか。こんな具合で。こんな具合で乗せまして、もう一つ、やっぱこっちかな、こっちの好きだな。あ、曲がりねえな。よし、こんなもんだな。オッケーオッケー。これと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 これを全部これに乗っけて、うん、いや、こうだな。で、で、仕上げるか。仕上げるか。ジョーさん。よし、やっていきましょう。やっていきましょう。急に喋りがね、喋りがあれになっちゃった。これあれ、あの金馬ね、金色に金色と思ってください。金色と思ってください。これイノシシの毛並みを表現しているつもり。もうちょっとあれの方がいいか。ちょっとあのシャープな方がいいか。あら、抜けないね。抜けるか。こうさえ抜けるか。で、これをこうシュッ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 、抜けないね。ちょっとなんかあれだな。気に食わない。どうだろうな。なんか緑色が出ちゃうね。まあ色はもう出た色勝負で、出たとこ勝負で、そんなにあまり深くこだわらない。出た色で OK。 まあ黄色いな。こんな感じでいこう。鼻高すぎ、取れない。これで大きいブラシでこの辺の白じゃない、黒だ、この辺の影を取っていって、この地面の照り返しをイメージしつつ、上のところをもうちょっと明るく。これおかしいな、なんかおかしいな。
なところを見て、うん、うーん、ちょっとこの過剰な演出だな、これ過剰演出だな。よし、ここまで作っといて合体させて、さあこっからだな。なんか色が全体的に飛んでる感じがするんで、飛び跳ねてる感じがするんで、でこれをちょっと再度落とすかな。再度落として調節するか。でも再度落として調節するだけだとちょっと芸がないかな、ない気がするな。何かしらのレイヤーを乗っけよう。うーん、青かな。グリーン、今あのマウスのホイールが壊れちゃってススッと落ちていかない。これもなんかあったかくていいけどね。スクリーンかな。違う、スクリーンじゃない。比較名だな。うん。で、全体的に光の、あの、流れができてないんで、これに光の流れを、光の流れっちゅうか、そこなんつうんだろうな。こっちから、こっちからね、こっちから光が、こっちから光が当たっとるようにしたいんで、こっちからこっち側か、右上から右下に向けてにしたいから、どうにかそうなるように、光の方向は常に意識して陰影をつけていかないと立体感が生まれないんでね。ちょっとあんまり良くないよな。そうじゃない、違う、そうじゃない、オフセット、やっぱこうかな。よし、これでよし。いい、いいや、もうオーバーレンジでいいっす。オーバーレンジでいいっす。オーバーレンジを非常にこう。よし、オッケーオッケー。いや、どうだろうね。ちょっと濃すぎるか。濃すぎるね。ふわっと乗っけるからいい。ふわっと、ふわっと。よし。うん、いいでしょ。あ、うん、大事なの忘れてた。大事なの忘れてた。ててれてて。マークを忘れてました。え、これでいい？まあいいか、これで。なんかこういうぐるぐるみたいなのが、渦巻きみたいなのが、この手の、獅子舞？獅子舞のあの模様のにはあるようで、それを忘れちゃってました。てんてんてれれれん、てんてんてれんてん、てれんてれん、ラグタイムス。
エンターテイナーだった。ラグタイムっていうジャンルか。模様を作っております。多分この模様を作っただけでだいぶこう印象違うと思う。くっつけたらこれだったらダメだよね、本当のとこね。色が他のとこから浮いちゃうよ。よし、どうでしょう。はい、2019年明けましておめでとうイラストという、これいるか。もうちょっと色落とそうぜ。着色これぐらいかな、これぐらいだな。よし、いいでしょう、いい感じじゃないか。いや、ちょっともうちょっと、もうちょっとこだわらして、このイノシシの毛並みが、あー、イノシシの毛並みが気に食わない。これで、これで、これかな、これかな、サイズもうちょっと落としめにして、もうちょっと落とす。これでいいや。で、ホワイトで。これなかったらよかったか。なくていいな。やっても消す。こうだな。うん。うむ。よし、いいでしょう。2014年明けまして、2019年明けましておめでとうございます。イラストとしてまあこれで完成ってことにしましょうか。ね。うん。ここに書く、ここに書く、 OK、 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 2019年もまた明けましてよろしくお願いしますと、よろしくお願いしますと、よろしくしましょう。ネガ、あ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 、2019年もまた、動画のね、動画を上げていくので、よろしくお願いしますと。なんとかね、今年は、特に目標というのも定めてないですけども、動画もね、こういう風な展望っていうのも特に今はないけれど、まあ、なんだろうな、肩肘張らずに見れる動画を、またアホなことやっとるわという感じの動画上げていこうかなと。どうも、ね、あんな感じのノリにして、まあまあ寝てない。まあまあ、お願いしますということです。遅刻はざらしということですね。国の字か、これは。これは国の字か。なんかサインみたいにこういうの上手い人いるよな。よし。2019年もね、よろしくお願いします。動画としてはまあ23分だ。ちょっと長いな。長いですけど。明けましておめでとうございます。2019年もよろしくお願いします。ということです。まあ、ドリームキャストのね、動画を、声がやっぱり出て、声がやっぱり出てない、まだ。まあ、声の調子を取り戻したら、うん。また、ペラペラと喋っていこうかなと思います。まあ、こんな風なね、閉まんねえ感じの張り締まりにはなりますが、いい年にしていきましょう。ほなまた。